さあ6試合目ミルマスカラスの登場です。仮面貴族ミルマスカラスが登場しまして、相手はボブ・ヘッファーナン。この選手は日本には、この名前ではなくてザ・ UFO、 覆面の UFO、 あるいはボブ・ダラセーラ、あるいは新日本プロレスにカール・スタイナーといろんな名前を使い分けてきた選手です。プエルトリコではボブ・ヘッファーナン、伝説的なカンガルースのロイ・ヘッファーナンの甥だという、そういう触れ込みでオーバーマスクを脱ぎます。マスカラス、そしたらどこ行ってもベビーフェイスですね。やはりね、大変な人気です。マスカラスの、これマスカラスのベルト今返却してますが、懐かしい IWA の世界ヘビー級選手権のベルトですね。マスカラスはベルトコレクターとして有名なんですが、中でもこの IWA のベルトっていうのは一番愛着があるらしくて、日本にもいつも持参するベルトがこの IWA のベルトですね。この試合は1986年ですから、マスカラスが44歳の時のフィルムですね。上半身の筋肉を誇示しておりますマスカラス。一方のボブ・ヘッファーナンは、国際プロレスで UFO、 ボブ・ダラセーラ、そういうキャラクターで来て、実力者ぶりを日本のファンに見せた懐かしい選手です。かなりベテランで、このフィルム当時も45歳ぐらいだったと思いますね。未だにヨーロッパで、現役でいる非常に人気の長い選手です。この人はスティーブ・ライト、オットー・ワンズのグループでスティーブ・ライトとか、あるいはカーロス・カーロフ、そういった超ベテランに混じってまだ現役でやってる、50を過ぎても現役でやってる非常に息の長い選手です。さあマスカラスが、金色のコスチュームで登場。マスカラスと試合をすると非常に試合にならないというか、試合に荒が見える選手というのはたくさんいるんですが、このヘッファーナンあたりはマッチメイクとしては非常に出色の相手だと僕は思います。ミル・マスカラスというのは確かに、どこのリングに出ても、ベビーフェイスとしてそこそこの、人気もありますし知名度もある。ただ試合内容という点におきますと、マスカラスと平均以上の試合ができる選手というのは非常に限られるんですね。ですからマスカラスを持ってきてもそこに相手となる選手がいませんと、そのマッチメーカーが下手くそだなというような評価を得てしまう。ここがマスカラスを起用する時の難しさだっていう話を僕は、聞いたことがありますけども、確かにその通りでありまして、このヘッファーランあたりを持ってきたのは多分カルロス・コローンかビクター・ジョビカのどちらかだと思うんですが、その辺のマッチメイキングのうまさっていうのはありますね。マスカラスと戦う時の受けのうまさ、受けのうまさっていうのも変ですけども、ヘッファーのあたりはやはり20年以上のキャリアをベースにしたうまい受けをいたします。マスカラスの試合運びっていうのももともとオーソドックスですから、スタートからそれほど大技を出したりはせずに、徐々に腕あるいは足に絞って、中盤戦にサーフボードで背骨を痛めつけて、そしてクロスドロップキックからクロスチョップ、そして最後はコーナーポスト最上段からのクロスボディと、こういう教科書通りの試合運びをしますから、やはりカール・スタイナー、このボブ・ヘッファーナンのようにやはり教科書通りの試合ができる人でないと、マスカラスの試合のリズムが崩れてしまって奇妙な試合になると、こういうことだと思いますね。ですから、日本ではジャイアント馬場があえてマスカラスとはあまり試合をしなかった。全日本プロレスのリングに来ても馬場は、あえてマスカラスと試合を組まない。それはジャイアント馬場の試合というのがやはり試合の前半中盤、そういった、キモいところで空手チョップというような飛び道具でマスカラスの流れを断ち切ってしまう、そういう馬場選手は試合運びをしますから、それがマスカラスという選手のいいところを全部殺してしまうというのをやはりブッカーとしての、あるいはプロモーターとしての立場からジャイアント馬場は知っていたんだと思いますね。ですからジャイアント馬場はあえてミル・マスカラスを自分の試合を組まずに、常にジャンボ・ツルタであるとかデストロイヤーであるとか、そういった選手と戦わせた。
それともう一つは天竜源一郎という選手が最初非常に試合の流れがまずくて、天竜が初めてマスカラスと戦うようになったのは82年だったと思いますね。会場はどこだったかな、東京都体育館だったと思いますが、天竜源一郎がミルマスカラスと戦わせてもらえるようになるまでにはこれは時間がかかったんですね。これはやはり馬場が天竜という選手 その八方破れの戦法がマスカラスという選手の試合良さいいところを全部殺してしまうという、そういう配慮があってあえてマッチメイクしなかったんじゃないかと私はそういうふうに見てますけども、いずれにしてもこのスタイナー、カール・スタイナーことボブ・ヘッファーなんての試合ではやはりスタートからオーソドックスな技、ここでネックツイストを見せますが、おそらくこの辺から徐々にマスカラスは自分の持ち技のいいところを徐々に出していくわけで、その辺のこのマスカラスの試合運びっていうのを読んでいないとなかなか使いづらい選手ですね、ミルマスカラスっていうのは。しかし、今画面に WWC NWA という文字が、エプロンの下の幕のところに映っております。これは当時のプエルトリコマット会が NWA といかに結びついていたかということをファンにアピールしているわけで、WWC というのはワールドレスリングカウンセル、世界レスリング評議会とでも訳すんでしょうか。プエルトリコのキャピタルプロモーションカルロス・コローンが NWA のメンバーとして要職にあったことをファンにアピールしているわけですね。このフィルムの4年ぐらい前ですか、 WWC という組織をカルロス・コローンが作りまして、そしてそこに、ユニバーサルヘビーウェイチャンピオンシップ、ユニバーサルヘビー級選手権というのをプエルトリコのマットの最高権威として位置づけまして、ただしユニバーサルということで世界というのはつけなかったわけです。それによってカルロス・コローンは NWA への忠誠を表明しているわけですが、ただし挑戦者にリック・フレア、チャンピオンのリック・フレアを迎えまして、これを金網デスマッチで倒してみせたと。そこで一挙にこのプエルトリコの WWC ユニバーサルヘビー級選手権というもののタイトルの価値がグワンとアップします。そこからこのプエルトリコの興行成績もそれに比例するように上がっていくと、こういう歴史があるわけで、従いまして82年に端を発したこのカルロス・コローンのキャピタルプロモーションはこの85年あるいは86年あたりがピークだったんじゃないでしょうか。ブルーザーブロディを殺人事件を機にガーンと落っこっちゃいましたけども、この頃がひょっとしたらキャピタルプロモーションの全盛時代だったと思います。従いましてこうやって野球場で興行を打ってもおそらく何万人入ってるんでしょうかね、2万人3万人入ってると思いますが、超満員の時代が続きまして、プロモーターのカルロス・コローンにとってはこの時代はまさに黄金時代だったんじゃないかと、そんな感じですね。ボブ・ダラセーラ時代にもよく見せましたブルドッキングヘッドロックでマスカラスを痛めつけるボブ・ヘッファーナ、ヨーロッパ流ネルボスマッシュですね。これは懐かしいですね。 UFO ・ダラセーラっていうのはヨーロッパを主戦場にドイツのリングで大変長いことやってまして、ドイツ時代の八木博士あるいはミスター・ヒトの足立、あるいはドイツの遠征中の大仁田、石川、そういった相手とことごとく戦っている非常に日本には馴染みのある選手です。カール・スタイナーという名前で先ほど出てきました、武藤敬司スーパーブラック忍者が走行試合でという称してこのカール・スタイナーヘッファーランとやりまして、武藤がムーンサルトプレスで勝ったという試合を覚えておられるファンもいると思いますが、いずれにしてもいろんなところで日本人選手と縁のある選手ですね、このヘッファーラン。マスカラスのアトミックドロップ、さあそろそろ爪に入るでしょう。まあ前世時代はマスカラスはアトミックドロップで決めたものですが、やはりだんだん昔使っていたフィニッシュホールドがこうやって痛め技になっていくというのはやむを得ないところでしょうね。アントニオ猪木選手の、まあ、コブラツイストしかり、万字固めもしかりというところでしょうかね。ここで一呼吸置いてしまいますが、前世紀のマスカラスであればここで畳み込むようにドロップキックの連発からクロスアタックでフィニッシュしたと、そんな感じがいたしますね。さ
さあマスカラスの疲れをついたこのパンチも独特のマスカラスならではのパンチ。さあマスカラスがいつフィニッシュに入るか、そしてフィニッシュの入り方に注目してみましょう。やはりロープを使ってのこれですね、やはりドロップキックがマスカラスの、これ珍しくマスカラスが場外乱闘、場外乱闘術は非常に下手くそだという評価があるマスカラスですが、珍しく自分で場外に相手を落としていきましたね。珍しくマスカラスが場外に戦場を求めてます。鉄柱攻撃、これも非常に珍しいシーンですね。このままだと両者リングアウトになってしまいますが、おっとここでマスカラスがリングに上がりましてリングアウト勝ち、どうやらマスカラスのリングアウト勝ちですね。かろうじてリングアウト勝ち、マスカラス。